今日はマイボードを買ったのでジグザグ高原でスノーボードをやっていきたいと思います。今日は15度ぐらいあってもう春スキーということでびしゃびしゃかもしれませんけど、まあ今日楽しんでいこうと思います。今日はリフト10本乗りました。まあ初めてにしては上出来でしょう。この後はひまわりの湯に行ってね、疲れた体を癒して明日の仕事も頑張っていこうと思います。